ここはバースデーとなってるわけです。で、超絶猫パンチ連射。画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。さあ、今回もマリオメーカーの方をやっていきたいと思います。実はですね、今回やるのは自分で作ったコースなんですけど、ちょっとしたね、ことがありまして、それを説明します、最初にね。あるメッセをいただいたんですよ。ある親御さんから、メールをいただいて、メッセをいただいて、なんか小学6年になるね、息子がいるらしいんですよね。で、その子供がね、私の大ファンだということでね、毎日動画を見てるんだと。うん、で、親の方はね、まあ、あんまりゲームに疎いかよくわかんないんだっていう話なんですけども、まあ、あまりにもね、息子がこう私のファンなので、誕生日何欲しいかって言った時に、なんかベルクラグッズが欲しいと。残念ながらね、ベルクラグッズってないんで、ね、ないっていうか作ったこともないし、あるわけがないんだけど、本人がね、煮え切らない様子だと。まあ、動画を見るだけじゃなくて、こう、何かね、無礼を承知でね、何かこう、可能な範囲で、動画内で息子宛てに何かしらメッセージをいただくことは可能でしょうかと。まあ、本来であればね、失礼でどうしようもないお願いなのは、自分自身でも重々承知ですがと。まあ、大ファンである、ベルグラ様に何か、動画で一言いただけるだけで、息子の誕生日が一生忘れられないような素晴らしい日になると思い、親としてメッセージさせていただきましたと。どうかご一行くださいと、いうことだったんですね。息子の名前はたつきくん、10月1日生まれの12歳なんだと。でも10月1日過ぎてるんだよ、これ。15日。このメッセージに気づくのも遅かったっていうのもあるんだけど、これいい機会かなと思って、ちょうど休み、仕事の休みだったんで、そのメッセージ確認してる時にマリオメーカーちょいちょいやってたんですよ、これをね。こちらちょいちょいやってて作りました、それをね。ハッピーバースデートゥーたつきくんっていうね、12歳。で、このなんか単に文字にして、もうこれでいいかなとか思ったんだけど、なんかちょい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 ついてたらね、このマリオメーカー、あ、全自動いいなと思って、結局不完全自動みたいな動画を作ったわけですけども、それではないちゃんとした全自動で、なおかつハッピーバースデーっていうのをこう辿っていくようなコースが作れないかと思って私頑張りました。で、こちらね、その説明をしながら、この全自動一緒に、追ってみてはいかがでしょうかいかがでしょうかと、息子さんもね、こう見てるのをね、私祈っておりますけども、やっていきましょう。遊ぶ、これ全自動なんで、全自動誕生日なんでね、普通に何もしないでいいです。まずこれスタート、ポーンですわ。でピョンピョンといきますけども、ここからあれ、なんか文字があるなみたいになるでしょ。でハッピーと出てくるんですよ。うん、音もこういう風にね、ちゃんと祝ってる感じで、ここでちょっとでディスコ風な感じになるんだけど、12歳の息子さんには分かんないだろうね、ディスコはね。まあ、クラブみたいなね、パーティーみたいなもんですよ。そこでポンポン跳ねてね、クッパとかがね。やっぱり12歳っていうことで、ゲーム何にしようか選ん、なんかちょっと迷ったんだけど、マリオメーカー最適だなと、思ってこれにしてるわけです。ヨッシー頑張ってるけど、ここでヨッシーと合体で、ここでね、ヨッシーのね、ふみふみが始まります。ふみふみからの押し出しで、うわーという歓声の音、コインを拾いながら行きます。ここはバースデーとなってるわけです。で、超絶猫パンチ連射で、ここからフラワーをいただくんですが、ピョンピョンと跳ねていきますね。で、楽しい音楽とともに進みますけども、ヨッシー危ないと。で、ここからハッピーバースデー2と来まして、ここから名前になりますね。上、あ、なんとなく見えてくるねっていう感じになるんですが、こうフューといって、あー届かないみたいなね、たつきくんっていうたつきのところがこう出てくるわけですけど、じゃああそこどうやっていくのかと、ほっといてください。これそのまま、この下のバネがね、重要なポイントです。下のバネと右から左側、これに乗って、このバネと一緒に2周目はいけます、ちゃんとね。で、ピカーンとね、上から光が注ぎ込むと、ピョンピョンピョン、
で、たつきくんのくんは漢字しました。もう英語いやくんつけたいなみたいな。尺が足りなかったのはちょっと内緒です。尺が欲しかったのは内緒です。さあこっからね落とされます。これね実は10月1日なんですよ。日付星で 10.1 ってなってるでしょ。でちょっと分かりづらかったなと、まあいいかっていう感じでやっておりますね。でここピョンピョンピョンからのアンアンで行って12歳のところをくるっと回ってからのここボスで、ボスではないんだよね。でもヨッシーが、ヨッシーが、ヨッシーが助かってからの乗ります。で最後は、めでたい感じで終わるというコースになりました。こちらがねハッピーバースデートゥータツキくん12歳という全自動誕生日でございました。いやーなんていうかね、これほんとねなんか作りすぎた感あるんだけどなんだかごちゃごちゃで、ほんとはただの文字だけ、最初はねセリフだけで言おうかなと思ったけど文字だけ書こうかな。でその後エスカレートしていってこういう風になってしまったということなんですね。ちょっとやりすぎた感がありますけどもね。うん、まあぜひともそのマリオメーカーっていうのもしねそのご家庭にあったら、そのメッセージをいただいた方のねぜひともプレイしてみてください。うん、喜ぶかどうかは分かりませんけども、喜んでくれたら嬉しいなと。うん、まあ、ただなんていうかね結構こう頼まれることって多いんですよ、マップとかでね。でちょっとね全部が全部できないんでね忙しいんでちょっとね難しいところがあるんで、たまにねこういったなんか趣向を凝らしたのもねやっていけたら面白いなと思いましたね。うん、それではご視聴の方ありがとうございました。初の全自動マリオとなりました。皆さんの良きマリオメーカーを。チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。